こんにちは。僕、ロボフォンです。これから、シャープの電子レジスターを紹介するね。本日、紹介するのは、国内電子レジスター市場で主流となる、ツーシート、ノーマルキー、物販店様向けモデル、XEA407 と、フラットキー、飲食店様向けモデル、XEA417 です。 特徴のご紹介。その1。オートカッター付きサーマルプリンター。レシートが自動的にカットされるので、混雑時などお客様に素早くレシートをお渡しすることもできます。レシート発行部は、同クラスのレジでも最速クラスの毎秒15行のスピードインジだよ。レシートや領収書を手でカットする必要がないから、 レジ作業がとってもスムースですね。領収証の発行もすごく簡単です。領収書発行キーを押せばワンタッチでよく見る横型の領収書が発行できます。その2、SD カード対応。設定されたデータをレジに読み込むことやレジの売上データを SD カードに書き込むことができ、 データをパソコンで編集することが可能です。おすすめのポイントを整理するね。レジへのデータ設定はレジスター本体へ打ち込むよりも楽チンなんだ。レジで登録した売上実績もデータを取ってパソコンで見ることができるんだ。なぜかって市販の SD カードが使えるんだ。この SD カードを使って レジで生産した売上実績をパソコンへ移行できるんだ。あとは、注目です。今まで結構大変な作業だった商品名の設定や、メッセージ、店名ロゴも自分で作成、設定できます。交通整理です。レジスターで売上記録を SD カードに書き込んで、パソコンに移行します。さらに、 パソコンでカスタマーサポートツールを使って様々な設定データをレジスターに読み込ますことができます。でも SD カードなら何でも良いわけじゃないんだよ。4GB から 32GB の SD カード、SDHC メモリーカードを使ってください。シャープのホームページで動作確認済みの SD カードを確認することができます。 ちなみに1日1回売上げのデータと電子ジャーナルデータ1 8000行を SD カードに書き込んだ場合1年間で 0.2GB を使用します。これは SD カードに書き込める売上げレポートの一覧です。たくさんありますね。この中から PLU、JAN と時間帯のサンプルデータをお見せします。 ファイルは CSV 形式です。それでは、売上データの一例を見てみましょう。このように、レジから SD カードに書き込んだ売上データの一覧がパソコンで見れます。PLU、JAN、日経売上のイメージデータがこれです。次が、時間帯の売上データです。続いて、 カスタマーサポートツールって初めて聞く人も多いんじゃないかなこれは、その名前の通り、シャープのレジを買ったお客さんがレジの設定を行える無償のソフトなんだ。シャープ、電子レジスタのホームページにあるソフトウェアからダウンロードすることができるよ。このソフトウェアは、商品名やメッセージなどのテキストデータをパソコンで編集して、レジへ読み込ませることで、 設定ができたり、パソコンで作成したビットマップファイルをレジスタのロゴデータに変換して、レシートや領収書の店名ロゴとして使えるソフトウェアだよ。さらに、フラットキータイプの XEA417 のキーボードシートを作成して印刷することもできるよ。キーボードシートは簡単に作れるよ。機能キーとワンタッチキーがそれぞれ、 編集できるよ。設定を終わらせ、印刷するときも B4 用紙、A4 用紙と選ぶことができるので、個人用のプリンターでも印刷することができるね。ただし、A4 用紙の場合は赤枠の機能キー部分と青枠のワンタッチキー部分は別々に印刷されるよ。後から、この2枚を貼り合わせる必要があります。もちろん、 B4 用紙で印字する場合は1枚で印字できます。カスタマーサポートツールで作成したキーボードシートの差し替えをお見せします。はじめに、作成したキーボードシートを差し替えられる大きさに切り取って準備します。まず本体より、防滴カバーを持ち上げます。接続部分を数箇所軽く外してもらうだけで、 挿入することができます。あとは、防滴カバーを元の通りにはめ込むだけです。どうですか簡単ですね。特徴の3つ目。レシートビューという便利な機能だよ。この機能を使えば、直前10取引の記録明細を液晶表示の画面で確認できます。 ジャーナル用紙で確認する必要がないので非常に便利です。液晶はシャープの LC フォントを採用して非常に見やすくなっています。レシートビューで直前10取引を確認するためのキーがあるよ。とっさの確認に大変便利な機能だよ。また、気軽に登録を確認できるよ。レシートビューのデモです。 ビュー表示を見るには、XEA417 で実演してみます。液晶ディスプレイをよく見ていてください。まず、レシートビューのキーを押します。次に、下矢印のカーソルキーで遡ってみます。画面は漢字対応10文字、4行の大型液晶表示だよ。文字は見やすいように、 シャープ独自の LC フォントを採用しています。オペレーター側の画面はチルト式で見やすい角度に画面を調節できるよ。見やすいのでレジ打ち操作の時間短縮、操作の間違いが少なくなるよ。その4、お金を入れるドロアのサイズは幅 360mm。 奥行き 425mm。高さ 130mm。金属で作られていて、丈夫でスリムな設計です。コインケースは、6硬貨、1円、5円、10円、50円、100円、500円。紙幣ケースは、3紙幣1000円札、5000円札、1万円札、札押さえ、ビルレバーも、紙幣分ついています。 もちろん使い方は自由です。分離型コインケースの下には色い々ろいろなもの、例えば商品券や2000円札などが置けます。ドロワ自体も外すことができ、お金を入れたまま事務所に持っていくことも可能です。金属でできているので壊れにくく丈夫なドロワです。 XEA407。ブロックキー、ストロークキーと呼ばれるタイプだよ。数値キーや部門キーを中心に構成されているよ。材質はプラスチックです。これは金額などを入力する数値キーだよ。これは商品を登録する部門キーです。金額を数値キーで入力した後、このキーを押して商品を登録します。 これらのキーは支払いキーです。現金、商品券、信用キーによるカード支払いができます。支払いをする前に承継キーを押すとお客様側の表示機に合計金額が表示されます。モード切り替えキーで登録、設定など作業の切り替えができます。さっき説明したレシートビューのキーはここにあるよ。 XEA417 フラットキーシートと呼ばれるタイプです。商品ごとに価格を登録させて簡単に読み出せる PLU キーをワンタッチキーに設定できるよ。材質はラバーです。通知キーです。モード切り替えキーです。これがレシートビューキーになります。この面切り替えのキーを押すと ワンタッチ PLU キーの面切り替えができるよ。一面で70キーで切り替えは3面できるので合計210の商品がワンタッチ登録できるよ。オプションでハンディスキャナー r z 4 b r 1 c e を接続することができるよ。スキャナー本体は横幅 72mm、縦幅 155mm のコンパクトサイズ。 ケーブルの長さは 200cm です。ジャンに単価、商品名を登録しておけばバーコードでスピーディーに読み取ることができるよ。たくさんの商品を取り扱うお店は入力が早く便利だね。バーコードは日本国内で流通する商品のほとんどのメーカー出荷時についているコードに対応できるよ。ジャンコードやイアンコード、 UPCA コード、UPCE コードのソースマーキング用バーコードや生鮮食品などのために小売店で付けるインストアマーキング用バーコードなどに対応しているよ。クレジット端末機との連動により、クレジット決済にも対応しているよ。XEA407、XEA417 はオムロン社製のジェッツ端末に対応しているよ。 これには、レジを購入するとは別に、クレジット会社との加盟店契約と、端末設置が必要です。このように、ほとんどの決済種別に対応が可能です。本体の背面には、RS232C ポートが2ポートあります。ハンディスキャナーは、ポート1、クレジット端末は、ポート2に接続して使います。ここで、 ポイントをおさらいします。まず、はじめに、オートカッター付きサーマルプリンター。手でレシートをちぎらなくても済みますね。簡単でしょ。次に SD メモリーカードが使えて、売上データの保存、編集ができるし、カスタマーサポートツールでマスター設定し、レジへの読み込みが可能だよ。三つ目は、レシートビューだよ。 直近10取引の明細を画面で簡単にチェックできるよ。最後にスリム設計のドロアです。この4つが XEA407、XEA417 の特徴です。これで説明を終わります。シャープ電子レジスターを今後ともよろしくお願いします。